こんにちは。武士の成長についてです。やっていきましょう。まずは武士の登場からです。10世紀から都や地方で武士が成長していきました。都では貴族に仕え屋敷を警備したり、地方では貴族を主人にして武士団を作るほど成長していきます。935年から北関東で平の正門、 1939年から瀬戸内海で藤原の住友が武士団を率いて挙兵していきました。こうした地方の武士が力を持って政府に反乱を起こしたんですね。続いて武士団と荘園についてです。11世紀後半には東北地方の武士同士の争いをきっかけにした大きな戦いが起こりました。その一つ目の戦いが1051年からあった 前9年合戦、続いての戦いが1083年からの5 3年合戦です。この2つの争いを鎮めたのが源義家つまり源氏がこの2つの戦いを治めるために東日本に勢力を広げ東北地方の平泉を拠点とした奥州藤原氏が力を持ちました。源の力を借りて、 東北地方に藤原が拠点を作り、そこで勢力を伸ばしていくことになったんです。欧州藤原氏は、清平、本平、秀平、安平の4人が順番になっておりまして、欧州藤原氏は、キモイヤとすべての受験生に覚えられております。少しかわいそうな覚えられ方ですね。地方の武士は、その地位や武力によって、 荘園を広げていきました。梱伝永年資材法が出されて以降、自分たちで開墾したその土地を荘園と言ったんでしたね。その領地を、都の皇族、貴族、寺社に寄進して、任命を受けてその地の農民を支配する権利を保護してもらうことで、その土地の農民をすべて支持することができ、 そうすることによって自分たちの力を伸ばしていったんです。荘園以外の国史が支配する土地、つまり公地公民性によって国の土地と認められた場所でも武士は犯罪の取り締まりを行ったり、年貢の取り立てを任されるようになっていきました。徐々に武士の権力がここで上がっていることがわかります。このように権力が上がっていった武士は11世紀後半には、 荘園や高領、先ほど出てきた国が所有する土地に自分たちが住む館を築き、地方社会の中心となっていったんです。今回はここまでです。お疲れ様でした。